ごいよね。え、脱ぐの？あ、ついに、ついに靴脱ぐ。やめなさい、やめなさい。これ生放送入ってんだから、それ。うん。死ぬかと思いました。こんにちは。私がディズニー映画の、え、新作のディズニー映画の主演を演じますアリエルです。こんにちは。アリエル役松島初音です。言っちゃったよ。お、あ、おう。おうっていうコメントが。おうじゃねえよ。痛い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 。これね、石がね、裸足だと痛いんですよ。そう。夕方からこう海になって、あ、海じゃねえや。あの。夕方から海じゃなくて夕方から夜になる感じ。月は出ているか。超はしゃいでんだよな。余裕かと思ったらびっちゃびちゃになっちゃった。結構来てんじゃない。いや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 、やばい。おっさん行くぞ。おっさん大丈夫か。あのおっさん大丈夫か。あのおっさん大丈夫か。やめろ。おっさん転ぶなよ。おっさん転ぶなよ。おっさん転ぶんじゃないぞ。転ぶのだけはやめろ。超跳ねてん、超跳ねてんだ。振りじゃないからな、振りじゃないからな。転ぶなよ。あのサイレンを、サイレンを作ったおっさんです。あ、すいません、あの視聴者さんからですね、お酒入ってる人はご遠慮くださいという、お酒入ってるおっさんはご遠慮くださいっていう。はい、乾杯。お酒入ってる。お酒なんて入ってないですよ。すごいな、ランコさん息子のね、ランコキッズがすごい。どういうこと、なんで富山さんたちいるの。うちの子のことはここで見たらもう忘れてよ。忘れてくださいだそうです。うちの子のことはもうとりあえずあれやね、はい、これで夢の話や、うん、もう月を、うわー。ちょっと待って、あの子怒られるよ。完全にあの人さ、一応車だから大丈夫は大丈夫だけど、一番年上が一番飲まれて死んでしまう可能性がある。本当だよね。じゃあこれさ、割と世界でも有名なクリエイターなんだけどね、あの人。だから世界で有名なクリエイターはこういうことやってますよ。ああ、そういうことなんじゃない。そういうことか。まあ、なるほどな。こういうことでもやってないでやってらんないってことだね。まあまあ確かにね、普通じゃダメだよと。そうそうそう、うん。なるほどね。これは53だーって言って。すごいすごい、結構来るじゃん。結構来るじゃん。結構来るじゃん。完全にびしょ濡れなんだけど、この人。俺終わった。ちょっと。駅前で多分。俺終わった。なんか買わなきゃ、バギーパンツ。俺終わった。これはあれだね、なんか買わなきゃだね、本当ね。俺終わった。一応小田原にドンキがあるから。あ、いいじゃん。ああ、ドンキ行けばちょっとさ。俺終わった。おい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 。やばいやばい。ちょっと待って待って。俺もやばい。あ、ビキオカン。俺終わった。そんなに来るんだね。ちょっとびっくりだわ。危ない危ない。俺は一応なんとか大丈夫したけど、水属性怖いわ。海属性。うわ、そのうち行きそうだよね、あの人は。
で、なんで、なんで軽く跳ねたんだ、なんで軽く跳ねたんだ今。おっさん、あのおっさん楽しそうだな、すごいな、やっと配信が安定してきたな。マジで？うん、今までの全部無駄だったんです。いやいや、してました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 。全然大丈夫かい？でもね、ちょっとね、暗くなってきたから気をつけないと。すっげー笑ってるな、向こうでも。すごいなぁ。海行ったりはしないですか、ちなみに。あ、いや、今までさ。ああ、なるほどね。そうなると、まあ、楽しそうだわな。なんかね、小学校の時に、うん、その屋根のない、屋根のない、屋根のない、ほら、うん、公園の横に併設してるプールみたいなのがあるじゃん。ああ、ありますね。うち京都だからさ、陶水会って言って、うん、すごい、まあ、あの有名な昔からいる、うん、ある水泳の、まあ、会があって、うんうんうん、それがもともとはあの、うん、甲冑を着て、うん、立ち泳ぎをするっていう、あー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 、まあ、昔のね、セーフとした陶水会っていうのがあって、うん、で、まあ、めちゃくちゃすごいんだけど、うんうん、夏の間だけ、うん、そのプール、その公園のプールでやるみたいな。はい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 。さ、そのプール、それ自体をか、その公園の横のプールが、ああ、激くっそぬるぬるでさ、ぬるぬるなんだ、なんかあの、床が、あ、はい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 、あるね。で、もうあの、顔をつけろっていうわけ。おうおう、そんなところに顔なんかつけられるわけ、寝たらバカだねがと思って。で、それが、もうあの、トラウマで、もうあの海もプールも行けなくなっちゃった。なるほどね。だからシャワーわかる、普通さ、うんうん、頭ってこうやって洗うじゃん。あ、そうだね、こうやって洗ってんのよ。わかる、こうやって洗ってんの。顔に水つけたくなっちゃったから。あ、なるほどね、頭の 毛だけを洗いたいんだ。あの女の人より先にバウアってたからね、マジで私は。なるほどね。イナバウア、ね、20年30年やってますから。それがずっとこうだから、マジで。でもホラー映画じゃん、だってもう。そうそうそう、だから見る人が見たらな。うん、でうちの息子も水顔につけるのが嫌だって言うから。危なくない？なんか石投げられてない？俺ら、俺ら石投げられてない？大丈夫？ちょっとちょっとちょっと、危ない危ない。石を投げないでください。石を投げないでください。すごい音がする。なるほどね。まあでもそういう意味ではちょうどいい体験かもしれないね。だからそう、うん、私はもう海もプールも行けないから、うん、こういう風に見られてくれるのは、うんうん、まあ助かるよね。まあね、いやなんか今日みんな来てくれたけどさ、本当、うん、俺もだって小田原城にさ、うん、一人で行くことはないからさ。小田原城の天守閣に登ると思ってなかった。そうだよね。私も子供と。そうね、10円かかったんだけどさ、ちょっとね、うん、全部で10分もいなかったからね。そうなんだよね。あれ、そうなんだよな。いやーなんかね、今日はだから不思議な集まりでしたけど。そうなの。いや、だからその、うん、江戸さんところの、うん、ところに行こうねって。あー、そうね、スタジオに行こうねっていう話をしてて、うんうんうん、来たんだけど、スタジオにいたのマジ3分とかだよね。うん、ですよ。もう見て、そうそうそう、よし海行こうってなって。アジフライ食べようぜって言ってたけど、アジフライすらも食べてないもんな。いや、あのね、今日はゴールデンウィークやっぱ、まあ、通常の人だったら今日が初日でしょ。あ、そうだね、一応ね、初日だね。そうだから、あの、混むかなと思ってたけど、びっくりするぐらい混んでたので。めちゃくちゃ混んでましたな。すげえ。でもなんか、うんうん、すげえ良かった。なんかその、うん、コロナ禍を、うんうん、こう、やっぱ終わったなって。はい、うん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 、うん、いうことを感じたゴールデンウィークでもある。そうね。だからその東京駅、うん、今日新幹線の小田原まで来たけど、はいはい、品川から。そうね、今日初音ちゃん来てるんだけど。うん、初音さんいますよ。うん、来てて、うん、初音ちゃんは東京駅から、うん、うんうん、改札通るのに10分かかったって言って。そうなんだよね、改札を通るだけでだぜ。そう、うん、やばいって。うん、私も江戸さんを配信する。これ配信してんの？してる。ランコチャンネルで、 YouTube で。
これなんだこれ意味わかんないんだけど。だからランコチャンネルの方も皆さん、もし江戸さんの姿が見たい人はランコチャンネルを見ていただいて、ランコさんの姿を見たい方は江戸さんの、ね、NGC を見ていただいて、うん、ちょっとなんか始まって大丈夫？大丈夫？大丈夫これ？ちょっと初音さんちょっとあの付き人としてついていただいて、ちょっと怖いんで、うん、付き人として、やばい、事案だ。テンション高いですね。あ、そう、なんかイベントとか出てるね。そう、うん、で26,000歩歩いた、うん、次の日だから。すげえな。だから多分疲れ、テンション高いやつ。いや、あのいいから、だから温泉行こうぜ今から。いや、行きたいんだけど。温泉行きたい。行くなら別にまだ参えるよ。え、うちの子供をさ、ちょっと世話してもらわなきゃいけないんだけど、まあ、富山さんがいるから大丈夫でしょ。ねえ、温泉行きます、うん、まあ、箱根湯本の温泉なんですぐですけど、あの要するに息子さんを俺と富山さんであのケアしないといけないから。で、富山さんはほらね、言うて育てたことがあるから。そう、俺は育てたことがないから。あ、富山さんはね、運転はしないです、大丈夫です。とりあえず紐で股をこすることと、縁に座らせて倒れさすことだけは大丈夫。分かってる、分かってる。大丈夫かな、うん。そろそろあれだね、見えなくなってきたね。これライトとかつかないのかな。配信？あ、でもあれか。私はね、だからすごい綺麗に見える。うん、あ、そうなの？見て見て。え、どのぐらい？あ、本当だ。これこれだ。ああ、だから多分あの、うん、スマホの性能だな。そう、スマホの性能。うん、だって三眼でしょ。俺二眼のやつだから。うん。そうか。まああの目で見てる映像よ、あ、じゃ、なんつうの？よりはカメラのやつの方がちょっと明るいけど。そうですね。うん。富山さん、こんばんは。ヤクシさん。これ言われても全然伝えられないんだけど。そうですね。今ね、足が大変なことになってる。業者さんがヤクシさん。江戸さんが赤い人だよ、うん、そう、俺は赤い。知らない人いる、 NG スタジオ NGC のおじさん、うん、最近あのそうね、うん、無駄に税金を取られる。そうです、そうです、はい、東京から小田原に引っ越してきたんだよね、はい、そうなんです。で、ここでスタジオを立ち上げて、うん、もう一回やってスタジオに遊びに来たんだけど、うん、スタジオにあまりにも荷物があって滞在時間が3分だったっていう。今日はね、そうそう、小田原のスタジオに遊びに行く予定だったのにもかかわらず、はいはい、まあ、もう誰も、うん、もう、うん、さあ行こうか、海でも行こうか。今日はなんか小田原の路上祭りで、うん、そうそうそう、たまたまね、小田原の市内でも神輿がすごい担がれてて、うん、そうそうそう、すごいエモかったね。いや、なんかね、ほんと久しぶりにああいうの見たわ。見た、うん、これあの初音ちゃんとうちの息子です。初音ちゃんとうちの息子が楽しんでます。まあ、あの初めてこの画面だけ見た人、俺の画面なんて特に、うん、都市伝説だよね。もう絵が確かに、うん、だからまあ、うん、あのもしね、それで何が起きてるか分かんないときは、うん、私の方のやつはあの、まあ、まだ二窓にして、二窓でしてみると、そう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 、まあ、まだうちで見ればいいんだよな。まあ基本的にはね、同じです。ただ明るさが違うっていうだけで、うん、そうそう。いや、だってもう、ね、月がすごい綺麗なのよ。ちょうどね、ね、ちょっと落ちてきそうな月だよ。そうね、大きいし明るい。こんなにさ、うん、周りに電気がないと月だけでこんなに綺麗に見えるんだね。そうね、感じがする。なんかほら、このさ、この感じよ。どれ？この月明かりがさ、ここら辺に当たるじゃん、うん、はい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 、うん、あー、わかるわかる。そう、あそこら辺水面に当たるやつね。そう、あれがすごい綺麗。わかる。あ、これなんか出てきそうだもん。そう、わかる、うん、ゴジラ出てくる、向こうから。ゴジラなんだ、よりによって。あ、ちょっとさ、これ多分分かんないと思うけど、縦にするよ、一応。あ、はいはい、縦にできない、ロック。ちょ、あいつら大丈夫かよ。ずっと叫んでんぞ、ずっと叫んでんぞ。いや、すごい綺麗だよ。ちなみに全然関係ないけど、来週の
13と14はドリームハックでシンクロが出て、ステージもやるからよろしく頼むわ。来れる人は来てね。あ、ちょっとね、海ガチ勢からね、はい、静岡の方からあの順にカツオのエボシがちょっと流れてきてんだって。カツオのエボシ、あのクラゲ、はいはいはい、はい、だからあのちょっとあの夜になって水着は厳しいかもしれないと。あ、でもまだ大丈夫、ギリギリ大丈夫、まだいける、まあ、ちょっと触ってるぐらいだからまあ大丈夫だと思うけど、うん、そう、ランコさんの配信の方がね明るいんですよ。明るい、何やってるかはすごいよくわかると思う、うん、すげえな、なんか楽しいよね。なんかみんなゴールデンウィークは何やってるの？これ見てるってことはさ、うん、家でのんびりしてるって感じ、ね、まあそうね、 NGC 視聴者特に結構そういうのは多いね。いや一番いいよ、私も、うん、今日はたまたまゴールデンウィークだけど、うん、行くわって言った日がゴールデンウィークだっただけであって、ああそうね、別に普通の日でも行けたんだけど、うんうんうん、行かないに越したことはないもんな。まあね、めちゃめちゃすごい人だもん。いやだから本当、いや小田原に引っ越してこなければこんなにゴールデンウィークに外に出ることは絶対なかった。間違いない。どうせ東京めちゃくちゃ人多いしな、ね、そうそうそう、うん、もう積みゲーそれじゃなくてもいっぱいあるのにさ、あ、みんな家でぼーっとしてるとか、うん、それ美味しいのだ。そうそう、インドカレー食べてるそうです。あ、体調崩して、あ、インドカレー、東京のさ今、池袋のさ西部でさ、うん、カレーフェスみたいなのやってて、うん、初音ちゃんのさ、うん、マヨケスパイス売ってるよ。お宣伝していくスタイル、めちゃくちゃうまいよ。そうか、うん、俺も辛くないやつ今回いただきましたから、ちょっとこれから使いますよ。なんか池袋西部で催事でやってるらしいから、うん、なるほどね。でなんか有名店、うんうん、なんかいろんなところの有名店で SNS とかやってないところが結構出店してるらしくって、うんうんうん、めちゃくちゃうまいらしいから、でもなんか今あんまり宣伝がうまいこと言ってないらしくて、うん、人がそんなにいないっぽいんで。なるほど、今なら今なら行けるみたいな。あ、明日はずれさん池袋だっつって。あ、だね、うん、そうそうそう。いや間違いなく本当小田原来て、いや小田原めちゃくちゃいいよ。よかったでしょ。いやマジで、うん、今本当にこのまだ明るい時に話したけど、うん、家安いから2家族ぐらいで借りて、うん、月に1回週末遊びに来るでも全然ペイできるよね。全然行ける。ちなみに箱根のあの別荘的なマンション、うん、見たら安いとこだったら100万ぐらいです。安すぎ、うん、安すぎ。100万ぐらいで1部屋で60ぐらい平米的には。60平米もあんの？うん。100万だったら買うよ。そうなのよ。だからキャッシュで買おう、キャッシュで。じゃあ俺さ、江戸踏み時代に金があるときに買っときゃよかったと思って。本当だよ、失敗した。そしたらそこに行きゃいいんだもんな、うん、そう。まあ固定資産税はかかるっつったって、値段がさ安いじゃん。そうだって通常より、そのいわゆる、うん、その物に対しての価値を、うん、まあ税金として払うわけだから。そうそうそう、別にそれ自体がそんなに高くなければ、うん、まあ、うん、マンションだろうから、そうそうそう、それまあ個数で割ったりするだろうから、うん、で温泉が入ってるマンションだともうちょっと高いけど、でも2-300万。いやうん、だからそれだったら、ね、温泉はいいな。温泉はそう家にいらないな。ああ、なるほどね、うん、やっぱあのいっぱいあるから、そうそう、うん、わざわざそこでやらなくても綺麗なとことかに行きたいから、うん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 、いいね。あとね、俺の画面、あ、さすがにランコさんの時もあるか、うん、だいぶ暗くなってもう完全都市伝説の2人が、うん、だからうちのやつはこんな感じよ、うん、だからまだ舞える、まだ舞えるね、こんな感じ。これ画面を画面で撮ってる意味わかんない、これ生放送を生放送で撮ってさらに奥に俺の画面の方で2人が映ってるってよくわかんない状態なんだよ。だからこれコンサートを、うん、本当にスクリーンで見てるみたいな感じ。そういうことやね、これ、うん、やっぱりあれなんだな、 iPhone の性能こんだけ違うんだな。じゃあ温泉でも行く？俺は全然もうよ、だって汚れちゃってるしね。おうん、せっかくだから。お裾分けでした。またこうゴールデンウィークゲリラ配信するかもじゃんね。はーい。あ、NGC の方は明日、機動戦士ガンダム水星の魔女第4話かな、はい、シーズン2の。見ますんで、夜また21時ぐらいです。よろしくお願いします。それでは、あ、ちょ、最後にあの2人にちょっと都市伝説の2人によいしょ、ちょ、終わります。生放送終わります。生放送終わるんですけど、はい、あの温泉行こうってことになってます。あ、行きましょう。真っ暗で全然見えねえ。私に実は子供がいまして、
奪われた。奪われた。やめろやめろ。奪われた。俺のだよ。俺が産んだ子供だよ。実は。産んだ意味がなかった子供だよ。実は私産んでます。産みました。私10万円かけたのにめちゃくちゃ痛かったんだから。10万返してくれマジで。私の子供です。NGC で言うなよ。なんかさ麻酔をするわけ、背中に。おお。麻酔脊髄麻酔ね。麻酔麻酔ね。追い麻酔できますって言われたの。え？その麻酔を普通にテン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 って入れるじゃん。おうおうおう。でめちゃくちゃ痛かったら、うん、そのボタンを押せば3回まで追い麻酔ができるって言われたの。ほう。で全然も痛くないからそんなの気がないからって言ったらもうマジでもうこうやって。ねえねえめっちゃ暗いんだけど、うん、いや完全にホラー映画ですよこれ。ホラー映画の撮影ですよこれ。だからうちの子供はめちゃくちゃ無痛で産んだのに、うん、他の人より10万円高く産んでるから。ああなるほどね。マジでうちの子供だから、うん、誰かにあげるなんていうことは絶対ないんだから。はい、じゃあランコさんの子供ということで。うちの子供だよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。まあね、月刊ランコまたやろうな。月刊ランコやりましょう。 やらせてください。はい、お付き合いください。お疲れ様でした。空に帰るよ。